昼間は今日木澤の前に2三振です。 ここもワンアウトランナー1塁で8番の蛭間、この後は9番ピッチャーの早川です。 バントじゃなくていいなと思ったんですけども、なんでかというと、先ほどの回にツーアウト2塁で出場は慶応が、味わっているので、レフトへ上がった、大きな当たりになった、伸びていって、入った、アーチを描きました、8番蛭間にツーランホームラン、勝ち越しのツーランホームランが生まれました。1点を見つめる木澤、早稲田勝ち越し、逆方向へ大きな大きなホームランとなりました。
ー